久保さん。久保さん。いやー、みんな精神力ないですよね。じゃあなんでこれ精神力ないのかっていうと、あのー、まあ、結論その、みんな逃げていると。みんな逃げていると。挑戦してないんですよねで。挑戦しないから精神力つかないんですよ。うん、みんな逃げたいんですよ。だから僕もいろんなお客さん対応してきてますけど、まあ、副業をしたいとか、 ネットビジネスやっていきたいっていう人は今の会社の会社から逃げてるんですよ結論結論ねだってぶっちゃけ言うとですよ今の会社で骨をうずめる覚悟で骨をうずめる覚悟でこの会社をね成長させるとかね売り上,上げ上げるとかねだったら副業やってる時間ないですよ100%その会社のことしか考えられないですそんな余裕はないです 本当に100ででもしくは120ですよその会社の売り上げ上げることを考えてでその会社で出世どうすればできるのかっていうのを考えてるんだったら副業,やる副業をやろうとする余力はは絶対ないはずですだから結局みんな逃げてるんですよ。でじゃあ逃げてね別にじゃあそれを100歩譲って逃げてもいいっていう風にするじゃないですかじゃあ逃げましたじゃあネットビジネス入りましたじゃあネットビジネス入っても逃げるんですかみたいな。 どっかで、まあ、逃げることは悪いことではないんですよ。ま、あドラクエのゲームで言うならばね、逃げるもあるわけですよ。時と場合によっては逃げた方がいいでしょう。うなんかいきなりね、その、レベルがね、1とかね、経験値0でね、なんかいきなりその強い街に行ったらいきなりねな、すげえボスが出てきてね、すげえ敵が出てきて、一撃でね、戦うって選んだら、一撃で戦われるみたいなね、それ逃げた方がいいじゃないですか、絶対に。だから戦う、防御する、逃げるって多分、な、うんままあ、 あのまあいろいろあると思うんですよ。だ逃げるが勝ちみたいなのあるじゃないですか。だから逃げるところは逃げた方がいいと思うんです。じゃあ久保さんの事例で言うならば、麻雀店から、うん、撤退。じゃあこれを言葉で当てはめるんだったら、ね、逃げたっていう言葉にも当てはめられるかもしれないです。うん、だって、まあ、客観的に見るとでしょ。そこで働いてた従業員もいるわけじゃないですか。ね。だから、えー、久保さんみたいな。 僕たちこれからどうするんですかっていうところも少なくともあるわけですよ。でもそれを、じゃあそ,そこを放棄する。まあ撤退するん。まあそれを逃げるっていう言葉で言うと、ちょっとね、久保さんも、あの、ちょっと微妙な部分はあるかもしれないですけど、でも客観的に見たら逃げてるかもしれないですね。だけど久保さんはネットビジネスの、じゃあ入った時に腹くくってね、こうやった結果,結果今があるわけですよ。だから逃げ続けたら、 まあ、時と場合によってはね時と場合によっては逃げることも大事ですただし逃げ続けてたらラスボス倒せないよっていうドラクエでねずっと逃げてたらどうやってクリアするんですかっていうドラクエのゲームどうやってクリアするんですかっていう時と場合には逃げる必要ですよ絶対にだけど逃げ続けてたらラスボス倒せないですから絶対にうんだからもし副業 っていうか、そのネットビジネスでね稼ぎたいっていうことで来るんだったらそこで逃げちゃったらもうないよっていう話ですねうん一回そのなんだろうな僕は違うチャンネルで心塾みたいなやってるのさ、うん、ハートフルライブみたいなね心塾みたいなのをちょっとやっててそこで森くんっていう子がいて森くんと一回そのじ自由についてねセッションしてたんですけど 森君がね本当にいいこと言ってて多分吉野さんとみんな自由になりたいって言ってるけど現実逃避したいんですよと自由になりたいんじゃなくて現実逃避したいだけなんですよみたいなね話をしてたことがあってあ確かにねうん多分ね現実逃避したいですよね <laughs> そうだからまあ今回そのやり取りの中で久保さんがね飲食店はもう終わったんだよみたいな話をしててそこから,そからじゃあその飲食店今まで何十年やってたけど まあこの状況下でまあ結構難しいじゃないですか、うん、まあいろんな策はあると思いますよでもいろんな策はあるけれども、うん、久保さんが前言ってた通りじゃあそのフェイスブックで広告出すとかねなんかそのネットにこうその飲食店のこの場所がなんかもう会議室になるというかね戦略会議になるみたいな従業員集めてなんかじゃあどうやってネットでこう露出していくネットでどうやってこう収益上げていくみたいな。 そういうなんかシフト転換しないと難しい部分あるじゃないですか。うん。だからもう、正直その、ものを売る時代は終わってやるんですよね。ものを売る時代だったりとか。まあ、衣食住って言われてるんですけど、もう正直その衣食住っていうこの概念もかなり変わってきてるわけですよ。だってもう、衣食住は満たされてる部分はあるんで、もう、もはや。昔はなんで衣食住って言われてたかっていうと、 異色が満たたされてなかったんですねだって戦後僕たちって日本ってあの敗戦国ですからね、まあ、広島なんか原発を落とされた時ってもう何もないわけじゃないですかただ住む場所もないわけですよ、ね、食うものもないし着るものもないわけですよだから衣食住っていうのが多分生まれたと思うんですねその言葉がだけどもう衣食住はもう全般に行ききったんですよね三種の家電っていうのもねも,うもはやもう本当に過去の話で 作れれば売れるみみたたたいいいなななね三種の,課題みたいなのあったじゃないですかだからもう時代は変わってるわけですよ。じゃあ今満たされてる衣食住が満たされてる中でじゃあどうビジネスしていくのかっていうと今は情報社会なんですね。だからその情報社会で情報を扱っていくっていうビジネスができないと今後生き残りはかなり難しいんじゃないかなと僕は思いますね。もう衣食住は満たされてると。まあでも確かに必要なんですよ。住むとこも必要だし食べるものも必要だし着るものも必要でしょう。だけど 満たされてるんです。必要だけどで。満たされてるものを売るっていうのは難しいんですよ。難しくないですかだから、じゃあ、服を売るんだったらね、価格競争に巻き込まれるでしょう。ユニクロとか GU とかね、H&M とかね,ね。デザインいいんだけどクソ安いみたいなね。<laughs> 勝てますみたいな。難しいですよね。もうユニクロでいいやみたいな人もいますからね。普通に。てか、もう普通に。ブランドじゃなくてユニクロとか GU でいいんじゃないみたいなね。 H&IM でいいやとかねもう全然もうざらに普通にいるんでうんその中でじゃあどう戦っていくのかっていうだから衣食住に関しては正直本当に資本力がある会社しか多分できないんじゃないかなと今後思いますね本当に資本力を持ってる会社じゃないとだから個人僕が教えてるのは個人なんで個人がそれをやるっていうのはうん今の時代に合ってないんじゃないかなっていう個人経営ですよ多分 これ見られた人も多分いると思うんですけど国道沿いとか田舎の通りの中でなんかその服売ってるお店あるじゃないですか軒並みその商店街とかで服売ってる商店街とかあると思うんですよどうですかねシャッター閉まってると思うんですよもうてかシャッター閉まる率超高いと思いますよど,どうですかね <laughs> 勝てないですよ じゃあ若い子がそのまあそのね年配の方はそこに行くかもしれないけども若い子その商店街のそのなんかおばちゃんが売ってるような服あるじゃないですかよく行きますっていうでその世代死んだらそもそもどうすんのっていうそのお店に通ってる世代が死んだらどうすんのっていう話で <laughs> とかうんなんか これからの時代の流れを考えた上で今何をやるべきなのか個人でねやっていくんだったら何をやるべきなのかっていうのはしっかり考えてやっぱりその情報ビジネス情報を扱っていく発信していくっていうビジネスを僕はやるべきだし今からスタートするべきですしまあ億万長者合宿でもずっと行っていきますけどもただこれを見ても今日,今日からですよ今日から始める人はもう限りなく0%に近い今日から始めてよしやろう。 動画撮ろう。ブログ書こう。みたいなね。まあ少ないですよ。てか、ほぼいないですね。もう間違いなく。言い切ります。いない。<laughs> だから勝てます。しかもそれで、やったとしても続けられないんで <laughs>、勝てますね。だこれもね、また美味しいんですよ。うん。だからありがたいですね、久保さんね。僕たち生き残れますね。 情報化社会に情報化社会になってるのにこれから情報化社会今情報化社会でこれからもっとね 5G6G でどんどん情報バンってあふれる中情報に価値がどんどん上がっていく中で逆に言うと情報がたくさん出てくわけですよじゃあ何の情報を選べばいいのかっていうところでみんな悩むんですよ情報化社会だでも何の情報を取りに行けばいいかわからないじゃあこれですよって言える立ち位置になってるともうめちゃ強いですよね じゃ、そっか塾で学びましょう。ドリアカで学びましょうっていうこの商品を持ってるとかね。えー、そう、そ,れそういうポジショニングにいるっていうのはめちゃくちゃ強いです。どこで学べばいいですかそっか塾。どこで学べばいいですかドリアカです。っていうその商品を持てっていう話もね。この、熊本城社合宿でも言ってますけど、うん、そこになってるかなってないかはあなた次第ってことでございますね。はい。やるかやらないかはあなた次第。 始めるか始めないかも話し次第。ただし、時代はどんどん変わるよって話ですね。時代は待ってくれないです。うん。あの、あ国も守ってくれないです。あなたを。じゃあ、どうしますかということでございますね。言ってらっしゃる。